未来を予測する一番簡単な方法は自ら未来を作り出すことだ。これはパソコンの父と言われているアラン・ケイさんの言葉です。台湾の皆さん、こんにちは。フューチャリストの友村と言います。フューチャリストという職業はあまり聞き慣れない職業だと思います。生成 AI をはじめとするテクノロジーがこのまま進化していくと、ビジネスや教育はどのように変わっていくのか、こういうことを予想してですね、 AI にはできないこと、つまり人間にしかできないことを皆さんにシェアすることです。人間にしかできないビジネススキルをどうしても皆さんにシェアしたくて、2030未来のビジネススキル19という本を書きました。この本はですね、チャット GPT をはじめとする生成 AI がどんなに進化しても、人間としてですね、絶対に必要とされ続けるビジネススキルを19個まとめて書いています。それぞれのスキルについて、なぜそのスキルが必要なのか、そして身につける方法、これらを分かりやすく書いています。だからですね、せっかく取得した資格とかビジネススキルが生成 AI によって代替されてしまいそうというふうに不安を抱いている台湾のビジネスマンにぜひ読んでほしいです。この19個のスキルのうち5個ぐらいを身につけたら、会社をクビになることもないですし、ますます年収が増える価値のあるビジネスマンになれます。そして実は本を買ってくれた人の特典として、20番目のシークレットスキルを動画にまとめています。詳しくは本を購入してご覧ください。先が見えない不安定な世の中ですけど、皆さんぜひこの本を読んで、アラン・ケイさんの言葉通り、自分の未来を自分で作り出していきましょう。じゃあね、バイバイ。